行かないよ。留学はしない。みんなで喜べた時思ったんだ。私の選んできた道は何にも間違ってなかった。この喜びを重ねていくことが私の目標の一つなんだって。来年も卒業までこのままいるんですのね。もちろん。よかった。カノン先輩がいなくなったら残りの先輩今一つ信頼感薄いんですの。なんか言った？いえいえ。